どうも、神曽です。本日はですね、この愛知県にある神の温度に来てます。ということで、おすすめの神手を紹介しようと思います。前半はおすすめの和紙3選で、後半がおすすめの洋紙3選で、お送りしたいと思います。それでは、行きましょう。まずはですね、この神の温度の店内をちょっと見てほしいんですけど、このお店は本当にいろんな紙がありまして、まあ、紙以外にも小物とか、まあ、道具、まあ、カッターとかそういう道具も含めたら、まあ、なんと約2万点あるんですよね、商品が。もうすごいですよね。でその中で、まあ、紙、洋紙も和紙も含めた、まあ、紙だと9千種類ぐらいあるんですよね。すごいですね。でその中で今回は洋紙と和紙を3つずつに絞って、皆さんが紙選びに困らないように紹介したいと思います。で3つずつ紹介する前に、洋紙と和紙の違いっていうのを簡単に、本当簡単に説明しようと思うんですけど、和紙と洋紙ではね、まず原材料が違いまして、和紙は職人さんが1枚1枚作ってまして、本当に繊維がしっかりしていて破れにくいんですよね。その代わりですね、表面がちょっとボコボコしてたりしていて、やっぱり1枚1枚作ってるので、値段も高いです。それに対して洋紙はですね、機械で大量生産していまして、和紙とは違って、繊維はしっかりしていないので破れやすいですね。で表面も非常に滑らかで、扱いやすいのが特徴ですね。で、機械で大量生産しているので値段は非常に安いです。という感じで、和紙と洋紙の違いを、説明を終わりにして和紙の紹介に移ります。まず一つ目は楮紙になります。で楮紙、結構聞いたことある人いるんじゃないかと思うんですけど、本当にいろんな種類があるんですよ。楮にも楮染め紙とか、楮のなんとか仕上げとか、いろいろあるんですけど、本当シンプル楮紙、このクリーム色のやつですね、これをおすすめします。で僕的に、この楮のメリット、最大のメリットとしては、大きい紙を入手できるということですね。和紙の中で、多分、一番でかいんじゃないかなっていうのは僕は思ってます。なので、大きい紙で複雑系を折る人とかは本当におすすめですね。和紙で破れにくいのもありますし、非常に折りやすいので楮紙非常におすすめです。値段はだいたい2000円前後とか、それぐらいですね。1枚それぐらいするんで非常に高いんですけどね。これ見てもらったら、でかいんですよね。 103×123 と、耳を切ったらだいたい98センチ角ぐらいの紙は作れると思うので、非常にでかいですよね。だからエンシェントドラゴンアナザーとか、あの辺向いてるんじゃないですかね。でなんとですね、もっともっとでかい楮紙を見つけまして、なんとサイズはですね、170センチでございます。僕の身長170センチなので、ほんとちょうど身長のサイズですね。びっくりしました。これはこのサイズがあるとは思わなかったので、これあれじゃないですかね、ほんと神谷さんの龍神降りたいっていう人はもうこれいいんじゃないですか。ぴったりの神ですよね。あとは本当に巨大の作品作りたいときは、これで使えば非常にいいんじゃないかなと思います。続いては板締め紙になります。この紙はですね、色の染め方が特徴的で、一枚一枚本当に違った色をしていてですね、でカラーバリエーションも非常に豊富で面白いですよね。厚さも結構薄くて、細かい作業には非常に向いてます。ちょっと薄すぎるかもしれないんですけど、そこはなんかちょっと加工したりしてもらえば、折りやすくなるかなと思います。値段は1枚、700円ぐらいなんで、和紙にしては安い方かなと思います。サイズはだいたい50センチぐらいなので、全然十分大きいサイズも作れます。非常におすすめです。最後ですね、染め和紙になります。
で、この紙はもう僕が一番推してる紙でして、まあ、理由はまあですね、まあ、60センチ角で売ってるんですよね。切らなくていいっていうのと、まあ、もちろん和紙なので破れにくくて、もう素材もいいですし、折りやすい。で、カラーバリエーションも豊富。もう完璧ですね、この紙は。本当に。もう迷ったら染め和紙を買ってください、皆さん。もう本当にです。僕を信じてください。僕を信じてください。僕を信じてください。まあ、この紙は、まあ、紙の温度さんが折り紙用に、まあ、作ってくださった紙でして、まあ、それだけあってね、もう本当にね、向いてます。でこれ30センチ角も売ってるので60じゃでかいよって人はもうそっち買ってもらえればいいと思います。で値段も、まあ、250円ぐらいだったので、まあ、非常に安いですよね。本当にもういいとこしかないです。安くて折りやすくてカラーがいっぱいあってね、もう買ってくださいこれを。まあ、以上でね、まあ、前半のおすすめの和紙3選をちょっと終わりにしたいと思います。それではまた。